こんにちは、福田スノーボードの店レープ前橋の大輝です。さて、いよいよお正月が近づいてきました。なので今回はお正月の帰省するとき用のコーディネートみたいなを考えてみようかなと思います。まずね、1月1日バージョン撮ってみようかなと。いつもね、1日実家帰るんですよ。実家に帰って、まあ、1月1日なんでね、初詣も行くのかなみたいな。でルーティーンとしては午前中に実家着いて挨拶して、でそのまんま初詣行って、で帰りにご飯をちょっとお店で食べて、帰ってきておせちをこたつの上に乗っけながらお酒飲みつつダラダラするのかなみたいな、そんな一日を想定してコーディネートを組んでみようかなと今のところね考えてます。だから大事なのは、一応お正月だからラフになりすぎないんだけど、まあ実家だからそこまでかしこまんなくてもいいかなみたいな。で結局夕方も実家でゴロゴロしちゃうし、飲んでゴロゴロする時にリラックスできるような着心地のやつがいいなみたいな、っていうのを考えつつのコーディネートをしてみたいと思います。リラックスできるパンツといえば、この秋冬はもう完全にあれなんですよ。うちのお客さんだと、もうこれ持ってなきゃ嘘だよっていうあのパンツをちょっと持ってきてみたいと思います。さあ、こちらレミーロのリブポケイージー、これが来るって分かってた方、もうグッドボタンお願いします。これが抜群なんですよね。なんかシルエットとかはちょっとこうシュッとしときながら、生地はちょっとこう表が起毛しつつストレッチが効くと、最高でしょ。これを使いながらね決めていこうかなと。トップスはこれかな、スピナーベイクのミリタリーキルトラグランクルー、これにこれでしょ、うん、でだ、まあ、これでね結構あったかいんですけど、さすがにこの上下じゃ絶対無理だから初詣行くんでね。そうすると後編と、これかな、これすごいな、ネイビー、キャメル、オリーブ、すごいことになるぞ。ちょっと着てみようかな。はい、とりあえず今パンツとトップスを着てみました。これいいな、なんかちょっと大人っぽく見えますね、この感じ。キルティングの模様がちょっと入ってて、なんか腕とかはシュッとしてるから、なんだ、大人っぽいシルエットかな。サイズがこれで 42M、 いいな、これ買おうかな。で、あ、全然ありだな。あれだな、パンツがほぼ黒だから、このネイビー、キャメル、オリーブっていうオールスターズを全部合わせても喧嘩しないんだな。なんかさらっと決まったな。帽子がいつもこれなんだけど、いいのかな、可愛いやつ被ろうかな。いい、可愛い、うん、こんな感じで。靴はまあ今ブーツ履いてるんですけど、あ、ここはアースのオールブラックとかブラウン系でもね
ていいですけどね。やっぱね、実家周辺歩くってなると例えば同級生に会ったりとかねすると思うんですよ。同級生に会った時とかにも、あ、なんかちょっとおしゃれだねって言われたいですよね。言われたいって方、工藤だ。まあ同級生だったり親戚だったり普段会わない人たちに会う機会が多分多いのがお正月かなと思うので、まあ、ちょっとこう楽なんだけどおしゃれに見えるような格好で行ってもらうといいのかなと思います。では早速外で撮影行ってきます。